メ二郎食べたいと思います。高橋初めてのマシマシ届きます。池袋に来ました。今日はね、あの東口のホテル、最初はちょっとランワンにゲームしに行きたいと思います。アルセス KTV 来ました。ハイディーラーをまた行きます。イエーイ、朝までやってるんでね、火鍋が。とりあえず俺、あのロフト、ロフト今日はちょっとね、また昼まで寝てて神保町に来ました。ちょっと神保町の方から移動してきて、見える銀座のドーバーストリートマーケットに来ました。2回目か、ドーバーの銀座行くの。ちょっとね、覗いていきたいと思います。ドーバーストリートマーケットが出てきたよ。はい、何買ったの？ドーバーとクラムハーツの限定です。やばいって。この間行った時さ、なんか多分カドリーのやつか見なかったよね。クラムハーツあるの知らなかったね。で、今日行ったらさ、あったね。限定の T シャツ、新作かな。そう、で T シャツ2枚とキャップ1つ買いました。東京プラザに来ました。さっき6階見てね、中はとか見たんだけど、まあ欲しいものはなく、またちょっと最後に1回来たんだけど、スニーカースター見ていきたいと思います。銀座スニーカーヒルズ。あとね、日本滞在残り1日っていう感じなので、明日ですが、予定は原宿行って渋谷行って最後のお買い物楽しむっていう感じです。まあ、あの六本木の方はね、百貨店も行っちゃったし、まあもう満足かなっていう感じです。アトモスさん、今日はね、あのロサンゼルスに帰るまであと残り1日っていう感じで、最後今また原宿に来てます。ちょっとね、さっきまでアメリカの方にね、送る荷物とか送ってたんだけど、ヤマトの方でいろいろあってちょっと時間がかかってね、夕方にやっと来れました。ちょっと気分落ち込んでたんですけど、いろいろ揉めてねそうだったけど、まあちょっと早く来てね、気分転換できるかなっていう感じです。今日はね、雨なんだよね。晴れしたらよかったんだけど、もちろん B さんと一緒にいます。最後にちょっとまたフルーチャーシさんの方に挨拶して帰ろうかな。あ、セカストンみたいし、あとヘビも今日行かないと。また最後に13万。あ、10? いいの見つけました。買います。はい、無駄遣いしちゃいましたちょっと買っちゃいました T シャツってことで、まあね、最終日っていう感じだからね、まあいいかな。ドルでしたら50ドルちょっとぐらいだったからね、ほとんど。てかもう状態がめっちゃ綺麗で、ベト付きとかなかったもんね、中古だったけど、うん、だからね、買っちゃいました。レイザクのシュプリーム、そうで、あれさ、スカートの朝買ってない、ということで、とりあえず次はエイプに来ました。イエーイ、はい、ちょっと最後ね、はい、チェックしていきたいと思います。え、ET あるよ、ET でれれー、楽しかったかな。はい、スーシーにも行ってきました。いや、お土産、あ、ここのスカジャンのお店戻ってない
行こうと思ったけど、また次回かな。で、まあちょっとね、ちょっとここら辺ギョギョしてる。分かる人は分かると思うんだけど。はぁ、ね、欲しかったな。まあちょっと時間が足りなかったなっていう。スニーカーダンクさん。で、ちょっとね、まあラフォーレ側に行きたいと思います。はい、ネイバーフットでもお買い物でーす。ドンティ欲しかったよね。失礼します。ちょっとロンティを買いました。前持ってたなんか半袖バージョンのロンティみたいな感じで、ロゴはちょっと若干違ったんですけど買いました。上行く？シプリーム行く？最後シプリームにバイバイ言おうかなと思って。ヒューマンメイドあるかな、何か。雨やばいんですけど、ほら雨がやばいです。はい、ラストキスです。悲しいな。ニューヨークよりね、すごい見やすくて好きなんですけど。上がります。あったな。あった。そう、3階があるとスケボーショップなんだよね。私オンラインでなんか購入した時ある店があって、そこの横だ。ここね、オンラインで購入した時ある。ここですね。ここのデイズってお店が結構穴場なんで、皆さんぜひ覗いてみてください。友達のステッカー見つけました。治安いいし、綺麗だし、ゴミないし。リホ綺麗すぎだね。ビビるね。変な人いない。ラストエープです。エープ渋谷店です。何買ったんですか？買っちゃいました。はい、私のバッグが見つかりました。3ヶ月や探して探して、理想のバッグはエイプでした。ダメでしたね。他の女の子っぽいブランドは結局エイプです。ではディナーに行きたいと思います。はい、ディナーは恵比寿の方に来て、ビーフキッチンです。ディナー和牛。和牛。和牛。和牛ですかね。あの、これ見て、お腹空いたら見送るって。はーい、こんにちは。はい。ついに、アメリカに帰る日となりました。最終日ですね。便は、あの、夜の10時55分、まあ、大体11時なんでまだまだなんですけど、とりあえず、お昼にうなぎ食べて、その後ね、ちょっと、新宿でお買い物したいと思います。うなぎ。で、私はひつまぶしです。はい、最後に食べたかった焼き芋ブリュレフラペチーノです。もうこれで無事帰れます。アメリカにこういう焼き芋とかないからね、めっちゃ嬉しいですね。はい、最後に新宿ルミネーションとか見たからね、服は買わなかったんで、はい、まだスーツケース入るから、ここの歌舞伎町のドンキホーテでお買い物したいと思います。道が綺麗だね。わー、楽しい。3票エビスバッチ。前にディナーパート1はラーメンです。みんなで食べてます。シェアだね。妹とシェアします。味が濃そうね。はい、ちょっとね、荷物はもう預けて早めにね、はい、もうゲート取っちゃいました。で、最後の締めっていうか、アメリカ行ったらね、あんまり生物を食べれなくなるんで、寿司を、はい、食べたいだけ食べようかと思います。ではスピードね、ちょっとビールも飲んだらハイボール行こうかなっていう感じです。帰るよ帰るよ。楽しかった？行きます。
ありますよ。はい、最後にエビスビール飲んだね。ね。あります。楽しかったね、楽しかったね。お互い超デブだった。とりあえずね、ちょっと私たち荷物多いんで整理して乗りたいかと思います。はい、やっと落ち着きました。最後にね、ハイゲート取ってお寿司を平らげてがっつり食べてね、ちょっとねビールも飲んだんだけど、でまたちょっといろいろとかしてお土産買って、最後にまたエビスを飲んで締めました。私のまあディナーはね、ディナーパート3ぐらいあったんだけど、最初ラーメンに、その後はキスしか、その後にまたお酒という、はい、最高でした。とりあえずね、もうはい、私のな長いって、まあまあ普通の人に比べたら長いんですけれど、まあ、日本に一時帰国5年ぶりは終わりました。でね、はい、ロサンゼルスに帰りたいと思います。ロサンゼルスに帰ったらね、またまあね、ちょっとこう日本来る前に1ヶ月ぐらいロスにはいたんですけど、ニューヨークから引っ越ししてね、まあちょっと基盤作りっていう感じなので、とりあえず着いたらすぐにシュプリームにまた行きたいと思います。まあこんな感じでね、はい、長い日本の動画お付き合いありがとうございました。またはい、いつも通りね、ちょっとまあロスに帰ったら、まあちょっとロスの生活とかいろいろね、映したりとか、動画もちょっと今までと変わった感じの動画作れたらいいかなと思っております。ではね、こんな感じで、また今回もご視聴ありがとうございました。今度がいいかな、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた、じゃあねー、バーイ。最後にゴーゴティーも買いました。12名の国立上限が乗務しております。ご覧になりましたらどうぞ。エリアないよ、アメリカです。高いよね。だけどこっちいないし、めっちゃラッキーでした。ではね、帰ります。バイバーイ。